皆さんこんにちは、アカシーズのかっちゃんとしずくです。今日はちょこっと紹介をしたいと思います。では早速すーごー、東京渋谷区って書いてある。言わなくていいか、ちょこっとはね、本当に。そうです、シューズ紹介してください。開けてください。はい、これは座りヌラですね。こんにちは、あの、あれ座りヌラですね。座りヌラですね。でこれ 21.5 センチです。ココちゃんを買いました。トーシューズの中でも座りヌラが結構細身。そう、あのトーシューズって、うん、あの縦の長さが 21.5 センチなのね、ココちゃん、うん、でその、 あの横幅ってあるんですよ、うん、その横幅がきつかったり、まあ広かったりで、まあ人って結構違うじゃないですか。知るによって幅が何センチ、どうなってんだっけ。知る、スワニルダは幅が細い、普通とか。そうで、ココちゃん何幅になってる。で、ココちゃんのが、いや、まだ待てない。ココちゃんの、ココちゃんが結構、あの、なんだっけ、足が小さいんだ。いいじゃん、あの足が、いや違う、足が小さいんじゃなくて、あの足のこの、なんていうの、横幅が、この横幅が細いので、ちょっとシュンみたいな、うん、細いので、だから多分、まあ、うん、あの、なんだっけ、うん、でほら、紫になってるんじゃないかな。はい、じゃあここちゃん説明してください。幅が紫なので、うん、中も紫になってる。うん、じゃあここちゃんに説明させて。はい、中が紫になってます。一緒かい。で、はい、この、D って書いているのが普通サイズなんですよ、うん、はい、D が普通サイズ。はい、じゃあ、うん、ココちゃん見せて。ん、うん、ギッツって、ギッて言ったよ。え、ちょっと待って、呼ばれた、めっちゃビリッてして、ギッツって、ココちゃん、ギッツって今、ココ、これここで、ぶつけ、なんて今ココなんて言ったじゃん。ココなんてさ、うん、まあいいや。はい、壊れてない、うん、はい、それと、あー、ネネもやった、はい、それと、はい、トーシューズ、はい、見せて、じゃあ前に。トーシューズって結構最初硬いのでちょっと鳴らしたりします。こうね、こうね、こう、ここを柔らかくして、ね、ここ、あ、まあまあ、ここで、ここで、あ、ここの、この音ね、やめて、中が紫です。待って、折れる、軽い、スワニーのすごい軽いね、怖い怖い怖い、めっちゃ軽い、初心者にいいかも、うん、軽い、はい、じゃあこれの中に履く、あの、なんだっけ、履くトーパッドっていうのがあるんですけど、私は保護するためのトーパッドが、こうやって普通に立っちゃうと痛いので、こちら、ここちゃんに言わせて、ここちゃんに言わせて、ジェルトゥーパッドっていうやつ、ジェルトゥーパッドって言って、で、このお姉ちゃんと一緒のやつ、このここの、こことかが、あの、ジェルになっています。ジェルにブヨブヨになっています。うん、それは何センチとかあるんだっけ？あ、はい、次、はい、次がこのトーシューズのここにつける前革っていうやつで、うん、あの、結構滑るので、これだと。これは滑らないのように、これをつけます。この前革っていうやつ。はい、いくら？これは110円です。110円。はい。で、違うんですよね。何が違うの？いや、もちろん、あの、色が違うんですけど。大きさ？S と M じゃない？いや、うん、S サイズと M サイズ。そうですね。うん。本当だ。うん。S サイズ、S サイズと M サイズになっています。で、これがいいってココちゃんは言われましたね、店員さんに。で、これをなんか、その専用のノリで、この、なんだっけ、ここにね、ペタリ。で、ここまでつけます。こういう感じです。あ、そうね。うん、発表会の衣装を着るときに、自分の、はい、まあ、色と近い、はい、なんて言うんだろうな。ボディフライ色の肌、そう、肌、そうそうそう、中にね、そう、中に着るんですよ、うん、こういうやつ、そうそう、姉ちゃんがね、中に着て、で、あの、衣装を着るっていう感じです。150センチがね、あったね、はい、いっぱいあったね、140とか150センチありました、111とか、
そう。はい。これ発表会用です。発表会用です。なので、ちょっと綺麗に使いたいと思います。じゃあ、発表会のもう前日に着る、履くタイツです。で、これって結構ピンクに見えるじゃないですか。けど、伸ばしたら結構白になるんですよ。こういう、今履いてるんですけど、こういう白に。なので、まあいいかなって思います。何だっけ、ヨーロピアンピンクだっけ、なんですか。こちらは、ロイヤルピンクだっけ。で、こちらの色は、ロイヤルピンクですね。穴開けって書いています。うん、なぜ穴開けかというと、結構トゥーシューズ履くときに爪が割れちゃったりするときがあるんですけど、この中に、その時に、まあ、ちょっと足を保護したり、すぐに、いちいち脱がなくていいよです。はい、こちらを2枚買いました。はい、あ、そうそう、こうやってシニオンをするときにこういうネットが必要なのでネットを買いました。お姉ちゃんが今そうかな、ちょこっとネット、ちょ、今100均ね、でも100均に売ってないのね、大きいネットが、うん、だからちょっとチャコットで買いました、うん、メイクポーチ入れ、何のことって、なんか私なんかメイク用品を入れなくて袋を買ったんですよ、2枚はい、やっと片付け終わった。2枚買いました。ポーチはいらないね。いるいる、反対側見せてこう、うん、一緒。チャコットってさ、前さピンクだったっけ。いや、白いのもあるよ ね、だってね、白に緑もある、いろんな色があります。で、このちっちゃいのに、ちっちゃいのに、まあ、ちょっとファンデーションとか入れようかなみたいな。あ、なるほど。これは30円だったかな。そうそう、なので、ちょっと買いました。はい、結構高い、うん、これからも買えるようにします。はい、ちっちゃいのね、うん、はい、どうでしたか皆さん。もうこれで結構ね、紹介しましたよ、私。結構頑張りました。あ、片付ける、あ、チョコも買ってきたものを紹介してみました。なみめっちゃ怖いで、結構チョコとって、まあメイクもあるので、結構まあバレーしないよっていう方にも、メイクが、まあ、売ってあるので、ね、普段ね、チョコとのメイク用品とか使ってる人もいると思うので、まあ、買ってみてください。すごくいいので。うん、結構ね、コスメはね。で、結構、ね、発表会が近くなったら、ちょっとバレーメイクもちょっと紹介したいと思います。そう、バレーメイクね。そう、ちょっと怖いので、ちょっと、練習しないようにお願いします。バイバイ、また見てね。チャンネル登録、コメント、通知ボタンもどうぞよろしくお願いします。次の動画を見てね。バイバイ、また見てね。